ヤークー V 分 R イコールライス R イコールサファール。ヤークー V 分 R イコールライス R イコールサファール。ヤカブ、イブン R、レイス R サファール、またはヤカブ、I、ライスサファリ。840年10月25日から879年6月5日は、イラン南東部の地方に存在していたサファール朝の建国者。名前のサファールはアラビア語で動細工師を意味する。ペルシアの一平民であるヤークーブの即位は、アッバース朝から忌み嫌われ、アッバース家のカリフたちとターヒル家をはじめとするアラブ世界の貴族たちは、ヤークーブを蔑視していた。そして、おそらくは、ヤークーブの側も、バグダードのアラブ人支配者や、貴族的なイランの総督を嫌悪していた。ヤークーブの支配は、イランとアフガニスタンに相当する地域だけでなく、パキスタン西部とイラクの一部に及んだ。ヤークーブの死後、彼の立てた政権は、弟のアムルイブンアルイコールライスが継承した。イランでは、歴史的英雄の一人として人気が高く、ヤークーブにまつわる多くの伝説が存在する。民間伝承では、ヤークーブは裕福な人々から盗みを働いて、貧しい人々を助ける、イギリスのロビンフッドのような義賊として語られている。840年、現在のアフガニスタンの東、ボスとラシュカルガーの西に位置するカーニンと呼ばれる小さな町で、ヤークーブは生まれる。しかし、ヤークーブの出身家系と一族の経歴についての情報は少ない。スンナ派イスラム教徒が表した資料の多くは、ヤークーブについて悪意を込めた記述をしているが、東洋史研究家のは、ヤークーブがアッバース朝のカリフに敵対していたことに起因すると考えている。いくつかの資料は、ヤークーブがハワーリジュ派に属することを非難しており、13世紀の神学者は彼をキリスト教徒とみなし、また、セルジューク朝の宰相、ニザームルムルクは、ヤークーブがイスマーイール派に転向したと述べた。しかし、これらの悪意のある記述にもかかわらず、多くの資料は、ヤークーブが質素な生活を送っていたことを一致して、記している。ヤークーブの父のライスは、動細工師であり、ヤークーブは父から職人としての技術を学んでいた。ヤークーブの家族は窮乏した生活を送り、貧困のためにパンと玉ねぎしか口にできないこともあった。貧困、スンナ派とハワーリジュ派の間に起きる衝突のため、ヤークーブと彼の家族はザランジに移住した。一家は新たな土地に住み着いたものの、たどり着く前に、ヤークーブは父のライスを亡くしており、ヤークーブは同細工し、彼の兄弟のアムルはラバカイとして生計を立てることになる。しかし、ヤークーブが実際に動細工師の職に従事していたかについては、研究者の間で諸説分かれている。ヤークーブは動細工師から IR、イラン世界における任侠の徒となり、やがて盗賊、街道強盗に手を染める。11世紀のイランの歴史家ガルディーズイーは、ヤークーブを男気と基地に溢れ、周囲に集まった人間から警護される、どのような職についても同業者の長となる IR の理想像を体現する人物として記した。盗賊家業で発揮されたヤークーブの勇気と手腕は、スイースターンの知事の見込むところとなり、知事は彼に軍の指揮を委ねる。スイースターンの知事サリー、イブンナスルはハワーリジュ派の討伐を名目に、アッバース朝から独立した政権を立てており、アッバース朝からスイースターン平定の命令を受けた、ホラーサーン方のターヒル朝からの攻撃を受けていた。この時、ヤークーブもターヒル朝との戦闘に参加しており、ハワーリジュ派と戦う現地のスンナ派の人間から支持を受けていた。861年4月から、ヤークーブはスイースターンのアミール、司令官の称号を自ら名乗るようになる。力を蓄えたヤークーブの軍隊は、周辺の勢力から恐れられた。864年に、ヤークーブは、かつての主人であるサリーを討ち、莫大な戦利品を獲得した。スイースターン北部に移動したヤークーブはハワーリジュ派と戦い、865年に、彼らの指導者であるアマル・ビー・ヤサーを殺害して、決定的な勝利を収め、さらにバードギースなどに転戦した。同865年に、ヤークーブはヒースラームの支配下に置かれているザーブリスターン、カーブルを占領した。現地の仏教寺院は破壊され、徴収された像、仏像、偶像はバグダードに送られた。867年にイラン東部のヘラート、ケルマーン、シーラーズがサッファール朝の支配下に入る。サッファール軍はヒンドゥークシュ山脈北麓に進軍し、870年にはホラーサン全土が彼の支配下に置かれる。数多くの戦闘を経験したヤークーブは、ある戦闘で深い傷を負い、管を通して食事を摂取しなければならない状態が20日の間、続いたという。873年に、ヤークーブはターヒル朝の本拠地、ニーシャープールを制圧するが、ニーシャープールの獲得は、カリフとの対立を引き起こした。874年に、タバリスターンに進軍したヤークーブは、アラビー朝、アリー朝のと交戦した。カリフ・ムルタミドは、ヤークーブの関心をイラン西部からそらそうと、イスラーム世界東部のバルフ、トハーリスターン、シンドの統治権を与えた。876年に、ヤークーブは、ムルタミドの弟、ムアッファクからホラーサーン、タバリスターン、ジュルジャーン、ゴルガーン、例の統治権とバグダードのソヒブ・アルシュルタ、警察長官職の授与を言い渡される。領地と官職の授与に際し、ヤークーブは、ムータミドとの個人的な面会を求めが、ヤークーブの希望は実現しなかった。ムータミドは、ヤークーブの権限を承認せず、ヤークーブは、ファールスを突破して、バグダードに進軍する。そして、同年ので、ヤークーブは、アッバース朝の軍に敗北した。敗れたヤークーブは、イラクから撤退し、3年後の879年に、没した。没前のヤークーブは、戦痛にかかっていたが、彼は治療を拒否し、879年6月5日に、ジュンディーシャープールで病没する。彼が没した後、兄弟のアムルが、サッファール朝のアミールの地位を継承した。イブン・アスイル、ジューズ・ジャーニーら多くの歴史家は、ヤークーブは未婚のまま没したと主張しているが、イブン・ハッリカーンは、ヤークーブはスイスターン出身のアラブ人女性を妻に迎えていたと述べている。初期のサッファール朝の軍事行動の動機は不明確であり、諸説分かれている。ヤークーブはガーズイー、信仰の戦士として、厳寸なハイスラームの教えを広めるために各地を転戦した。ペルシア民族としての矜持とサーサーン朝の復興を図った単純に個人的な欲求と快楽に突き動かされて軍を動かしていたなどの意見がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。